お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、グラチャレおすすめデッキですね、はい、紹介したいと思います。で、はい、それがですね、こちらのライドラ入りのですね、ディガポイですね。で、ライドラ持ってない方は、別にインドラでもいいんですけど、てか前がこのインドラだったんですよね、ここの枠が。でもライドラが出て、このライドラ型のね、ディガポイがめちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強くて、今、すごい使用率もまあ高いですね。はい、このデッキ。でもインドラだと、ライドラが結構しんどいんで、ライドラの方がいいですね、圧倒的。はい。っていうところで、こちらのデッキがですね、今もうグラチャレでもうすでに使用率も高いですし、多分見かけますね、やってると。っていうぐらいすごい強いデッキなんで、デッキが強いですね。しかもプリンスやゴーストが入って、コーモリファイスピロリババで回転、いつも早くてですね、使いやすいかなと思いますね。っていうところで、とりあえず、回転早めなんで、ディガーとかは、ちょっと飛ばしていいかなと思います。で、これは、危ない。やばい。これ痛い。痛い。ロイホグに対してはね、ファイスピとロリババあるんでいいんですけど、ちょいとロリババを割いた後でダメージ入っちゃいましたね。けど、このライドラが強いんですよね。さあ、これはコウモリと受けてあげて、で、これにディガー飛ばしたいですね。で、この間に相手がこっち防衛する間に、この逆サイにね、ゴースト出してあげることによって、相手結構大変なんですけど、ここは相手の防衛がしっかりしてますね。ロリババー。いいや、使って。よいしょ。で、この ISP を持っておけば、ロイホグが来ても、そんな怖くはないので、しょっぱな受けたダメージが、痛いですけど。やばい。見てない。やばい。これ、コウモリとね、ファイスピで多分ほぼ完封。痛い。数発入りますね。ディガー飛ばしてもよかったんですけど、ちょい押されですけど、ちょい押されちゃってますけど、こっからですね。で、ゴーストはもう本当に優秀なカードで出しとけば、相手にゴーストを咲かせられるので、することないなと思った時はゴースト流しとけば大丈夫です。よいしょ。で、このボーラーにはプリンス当てて、相手のデッキが未だによくわかんないんですよね。スケラかな？これは多分ライドラが勝ってくれる。ライドラ、OK。ロイホグだ。相手そうだ。ロイホグだった。ロイホグなんでファイスピーだけ取っといて。よいしょ。これもうライドラ出してあげたら多分感電で、はい。感電でアイスウィズも処理できるんじゃねこれ。優秀。いや、ライドラ優秀。相手のそのロリババはうまいですね。けど結局このライドラが強いんで、ファイスピードロリババで完封できて、今相手ね、ライトニング使ったんで、コスト使ったんで、このタイミングで攻めてあげます。終わった？そうだ、プリンス入って終わりですね。よいしょ。はい。マジでね、これは本当にもう、慣れればですけど、デッキその元が、自体が強いんで、よいしょ、もう慣れれば、グラチャレとかだと結構無双できるかなと思いますね。よいしょ。さあ、よろしくと。で、こういうのも結構ゴースト、基本的にゴーストは割いとけばいいんで、待って、来たら、同サイドにプリンスとかライドラ合わせつつ、何も出なかったらね、ロイヤルゴースト出してあげます。これもすることないな。一回待って、アイスウィズ来たので、それに対してライドラ合わせて、で、この遅延系も多いですね。ですることない。これ今、アイスイーズとベビドラ割いたから、多分これの相手は防衛にコウモリを、トルネードを使わないといけないかな。はいはいはい。でこのベビードラを逆サイに釣ってあげて、これはゴーストで受けてあげて、おお戻ってきた。そんな優秀。あれポイズンしたいですね。そしたら相手はでも陸受けがはい。でもこれゴーストが入るんちゃうね。よいしょ。オッケー。取り抜いて。なるほどね。でこれはもうコウモリで受けてあげて、これでもアイスイーズかベビドラいるんですけど、ここでまあリゴ飛ばしてあげることによって、まだコストを割かないといけない。はいはいはい。さあ、まあリガプリなんでね、すごい地道な作業なんですけど、結構プリンスとかライドラがあるんで、なんか一気に持っていったりっていうことも、リガポイなのにそういうのがあるんでね。そういうのをちょっとずつ狙いつつ、さあ、でこういうところで、まあ同サイドにね、結構出してもいいんですけど、こうゴーストとプリンスで左右に振るのも大事ですね。よいしょ。あ、これゴースト。でもトレネで触れるか。吸ってこない。トレネが回ってないかもですね。よいしょ。でこういうのは陸がないんですけど、まあそういうところでこのライドルがすごい強くて。よいしょ。でもこれ結局、はい、こうやってターゲット変更できるんでね。これライドラでこの墓石が壊せる。いや、これはラッキー。壊れないの？これでも相手陸受けしんどいので、この瞬間に攻めてあげると多分。オッケー。ゴーストが多分。オッケー。オッケー。このゴーストがね、無と殴ってるんですけど、タワーにもダメージ与えていくっていうので、これはもう余裕ですね。後ろから出して、まあ、リが来たらコウモリ出して、それはだるい。やばい。これでもロリババがターゲット取ってくれて、よいしょ。でもこれはディガっぽいフィニッシュですね。ワンチャンこのライドラのダメージがなんか感電して勝つみたいなこともないけど。さあ、あとこれはもうディガー警戒だけしておけば、これ逆にライドラでなんか相手が防衛ミスってみたいな。はい、終わりですね。よいしょ。じじ。まあ本当に結構シンプル。ディガっぽいなんで、まあ防衛ミスらなければ削り勝ちができるんですけど、このライドラが防衛力結構高くて、まあ、陸浮きがこのデッキ薄いように見えるんですけど、まあ、ライドラ、すべてはライドラ。結局ライドラによって、なんとかなりますね。よいしょ。さあ、日本人の方かな、よろしくと。で、これは、ホグは一発で抑えたいですね。まあ、ディガー飛ばして、26かな、なんだろう。26ですね。これコウモリ入ったら美味しい。美味しい。頑張れ、コウモリ。これもポイズン打ってあげます。で、まあ、ホグ来たらプリンス合わせたらいいかな。これは大丈夫。ノーダメだな。ノーダメ。オッケー。よいしょ。まあ、26はな、やってないけど、言うてこれで強そう。はい。で、このプリンスは、まあ、スケルトンで防衛されるから、まあいいかな。はい。ここはまあ、見捨ててあげます。言うて相手これしんどいんじゃね？よいしょ。で、まあ、することはないんで、ここで、ディガーコウモリでいいかな。で、もう26だから、トレネはないんでね、ディガーの位置を、まあ、違うところにしてあげます。で、このタイミングで服来たら危ないですね、今。だいたい防衛しないといけなくて、美味しい。でも、ホグには毎回プリンス当ててあげとけば、コウモリですね、26なんで。当てとけば毎回一発とかに抑えられるので、よいしょ。だから後ろからこう流してあげれば相手もホグを出しにくい。やばい。それはうまい。よいしょ。さあ、危ないんですけども、これもう、付け足しですね。よいしょ。はい。よいしょ。これで多分ゴーストが入って、OK。で、このホグはまあ、ライドラとコウモリとかで楽勝で守れるかな。やばい。これは美味しいですね。ノーダメとかじゃない多分。ライドラの、まあ、あれですね。スタン効果で。で、この左落ちたんで、右側攻めてあげて。で、この辺からも多分追加しとけば、相手多分苦しいので。で、この方がもう無視ですね。防衛できない。と思ったら防衛できそうなんで、防衛します。よいしょ。でも5ウッド圏内ですね。なんで、相手は5ウッド打たないといけないんで、ここで攻めてあげれば、相手にね、そんな、ホグか。全然言ってることと違った。ですけど、まあ、これディガーと、よいしょ。あと500なんでね、これは。さすがに勝ったかな。まあ、ライドラもありますし。それはうまい。でも、ゴーストが入って、終わりですね。よいしょ。はい、GG。っていうので、マジで。結構、高回転が得意な方とか、まあ、重量級使ってる方でも、全然使いやすいと思うんでね。こちら。今、グラチャルとか結構、やる方にはすごいおすすめかなと思います。っていうところで、まあ、本日ね、この、ライドラディガっぽい紹介となりまして、で終わりになります。はい。ということで、使ってみてください。よければ、はい。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。